山を飛び、谷を越え、僕らの町へやってきた。遠路はるばるご苦労様です。ナックです。第50回、ナックのゆるゆるベース講座。早速始めましょう。まずはこちらをお聞きください。はい。というわけで、今回のテーマは、ローポジションのストレッチと、少し細かいリズムの練習、です。はじめに言うと、今回は少し難しめです。なので、タブ譜通りに弾けない場合、ちょっとだけ変えてみてください。それについては、後ほど説明します。で、今回のフレーズですが、2フレットから5フレットでのストレッチです。フレーズ自体はよく使われるフレーズです。ひたすら動き続けますが、あちこちに音が飛ぶわけではなく、基本的には順番通りに、上がったり下がったりします。タブ譜通りに弾けると、曲のキーが変わっても応用できるんですが、タブ譜通りに弾くのが難しい場合は、4弦5フレットを、3弦開放に、3弦5フレットを、2弦開放に、置き換えてみてください。少し楽になると思います。逃げ道を用意するなんて優しい。第50回だからね。そもそも、もともとが難しいのよ。第50回だからね。というわけで、頑張っていきましょう。はい、たけしくんも、よしこさんも、苦戦してますね。開放弦に置き換えても、まだ難しい場合、一旦、リズムはタブ譜通りのリズムで、ルート弾きをしましょう。うん、なんだか懐かしい。今回、実は音色は微妙に変えましたが、第18回の伴奏が元になっています。左手は動きっぱなし、右手は細かい。なので、順を追ってクリアしていきましょう。というわけで、自分のレベルに合わせたやり方で、もう一度弾いて、今回はおしまいです。ご視聴、ありがとうございました。